新たな時代の幕開けを予感させるゴルフコースが誕生した。その名はオーソルベール軽井沢クラブ。ゴルフ場に仕事場を、そんな夢の物語を現実にした。けれども欠かせないのは日常からの解放、日々の喧騒から離れ大自然の中でのプレーを楽しむ、そんな世界を旅する今回の極め人が中西哲夫。ゴルフというスポーツを始めて、他のスポーツだったりとか生活だったりがどん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 豊かになってきたので、常に新しいものを与えてくれる存在です。そして高柳真奈美。人間としても学ぶことがたくさんあったので、今の私を作ってくれたものです。ゴルフのある人生、それは今回の舞台は日本を代表する高原リゾート軽井沢にこの春誕生したオーソルベール軽井沢クラブ。オーソルベールとはフランス語で水と大地と緑を意味する。その恵みを全身で感じながらビジネスにとっても快適な環境を。最高ですね。異なる2つの価値観を融合させた究極のゴルフ場。おお、広いし。その魅力は後ほど。浅間山の雄大なパノラマを望む全18ホール。コース設計はかつて世界で活躍した名プレーヤーグラハム・マーシュ、そして名将稲地造園工務所が整備を担当。上級者からアベレージまで全てのゴルファーを楽しませてくれるコースに仕上がった。楽しみですよね。そうですね、はい、どんなゴルフ場なのか、はい、重厚感もあるし開放感もありますよね。広々しててすごい優雅な気持ちになりますね。では、はい、チェックインしましょうか。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらは、はい、なんとスマホでチェックインができるようなんですよ。え？わかりました。おお、今のでも OK なんですか？はい、大丈夫でございます。チェックインはスマホで QR コードをかざすだけで完了。ここでは事前予約からチェックイン、チェックアウト、さらには施設内の精算まで全てをスマホだけで済ますことができる。もうスマホで予約して、うん、スマホでそのまま受付できちゃう。はい。さあ今回は一緒にねゴルフもやらせていただけるということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして後ろに浅間山が、うん、お軽井沢といえばの、ね、え浅間山。16番ホールはなんと標高が一番高いところ、はい、1140m ということで、高地に行くとねボールって飛びやすくなりますから。オーソルベール軽井沢クラブ16番ホール、打ち下ろしの405ヤードパー4、220ヤード付近左サイドに2つのバンカー、ティーショットでは注意したいところだ。セカンド地点からは遮るものがなく、正確なショットでパーオンを狙いたい。まずは中西のティーショット。浅間山に向かって放たれたティーショットは、右にキックしたかな。え、バンカー？いやバンカー。傾斜に戻されバンカーに。続いては高柳。いい、フェアウェイ右から見事なドローショット。いい感じ。はい、思い通りに完璧じゃないですか。打てました、ありがとうございます。ランも出て245ヤードのビッグドライブ。
これ正面に浅間山がめちゃめちゃ綺麗に見えますよね。綺麗ですね。でしかも、はい、実はこのコースはフェアウェイ乗り入れかということで、こんなもうフェアウェイど真ん中を風を感じながら、いや気持ちいいですね。これは気持ちいいですよね本当。バンカーに捕まった中西の狙いは7番アイアンでリカバリーショット、グリーン手前100ヤード地点へのレイアップ。おー、ナイスアウト。ちょっと短いけど、まあ、いやでもすごいいいとこですよ。フェアウェイの方に出たかな。はい、ちょっと見えないけどいいとこですよね。はい、多分大丈夫です。おー、ナイスアウトです。高柳は残り160ヤード。うん、ちょっと右か。でもちょっと右でしたね。いやでももう、あ、乗った、あ、乗ったじゃないですか。最後乗りました、転がって。狭い右サイドにナイスオン。あ、嬉しい、ありがとうございます。中西は残り110ヤード、左足下がりの難しいライから。おお、落ちろ。ナイスオンです。うわ、うまい、すごい。おー、危ない。ナイスオンです。危ない。や、中西パーパットは下りのスライスライン。いい感じ。あー、そんな上がんでも惜しい。高柳のバーディートライは下りのフックライン。おー、惜しい。早い。返しのパーパットも外し、ボギーでのホールアウト。はい、ナイスインです。中西もボギーとした。まさかバーディーチャンスがボギーになってしまうとは思わなかったので、2ホール目頑張ります。頑張りましょう。次のホールは頑張って。今回訪れたのはオーソルベール軽井沢クラブ。ここにはゴルフ場の常識を超えた空間がありました。わ、すごい。ちょっともうゴルフ場っぽくない雰囲気ですよね。めちゃくちゃおしゃれ、ウッディな感じで。え、私たちゴルフ場に来てますよね。ここはワーケーションエリア、ザ・ワーク。無線 LAN 環境を整え、モニターを完備、個室ブースやミーティングルームなどの仕事部屋を計19室新設。じゃあちょっと実際にここ入ってみたいと思うんですけども。いいんですか。はい、これ入る時も、はい、すごい、ここもスマホなんですね。スマホなんですよ。あ、開いた、開きました。何でもスマホ一つでできちゃう、うん、おー、お邪魔します。実際に座ってみてくださいよ、はい、あ、ちょっとじゃあ失礼します。あ、こうやってカタカタするわけですね。そうです。デスクもめちゃくちゃ広くて、うん、椅子も座り心地いいですし、うん、なんか椅子も良さそうですよね。、はい、ゴルフとビジネスの両立はまさにゴルフライフプラス、憧れが現実のものとなりました。朝会議をして午後ゴルフをするとか、はい、でゴルフを午前中してスルーで回って、うん、午後からじゃあ会議しましょうとか、それぞれのライフスタイルとか、うん、仕事のスタイルに合わせて予定を組んでゴルフを楽しむっていうことができるんですね。レストランでは軽井沢の旬の味覚を存分に堪能できます。ではお待たせいたしました、特製冷やし中華でございます。地元農園の朝採れ野菜をふんだんに使った特製冷やし中華、くるみを刻んだごまだれでいただきます。あ、美味しそう。なんかあのくるみが入ってる、いただきます。うん、ごまの風味もしっかりしますし、朝どれのベイビーリーフ自体も香りがすごい、うん、本当に美味しい、うん、中西はオーソルベールハンバーガー、地元で特注したもちもちバンズ、軽井沢の大地と水で育った野菜、 100% ビーフのパテ、キャロットピューレとピクルスを使ったマヨソースでいただきます。うん、お肉が、はい、
ジューシーで、人参ピクルスソースって初めてなんですけど、すごく食べてる酸味が前に出てきてバランスが良くなってますね。はい、またディナーにはコース料理もあり、軽井沢産の厳選素材を使った贅を尽くしたお料理をいただくこともできます。再びコースに戻って、8番ホール打ち下ろしの173ヤードパー3、グリーンの左手前には池とバンカー、さらにグリーン右サイドにもバンカーが待ち構え、正確なショットが求められる。いきます。はい、まずは中西のティーショット。やっぱ結構上げてるね。そうですね、風吹いてきましたね。かなり風吹いてるね。おお。おお。綺麗なフェードで。ナイスオンです。ありがとうございます。高柳のティーショット。耐えろ。オッケー。グリーン左サイドにナイスオン。ナイス。ありがとうございます。おお、いいとこに。中西のバーディートライは距離のある上りのフックライン。おお。いやー。ナイスタッチです。ちょっと曲がんなかった。高柳のバーディートライは上りのスライスライン。結局2人ともほとんど変わらない距離に。パーパット、しっかり打ったね。2人パーでホールアウト。こういう大自然の中でできる楽しみっていうことを感じられる2ホールでしたね。いや、そうですね、うん、いや楽しかったです、はい、だからゴルフはやめられない。